高原達也さんにお願いしたいと思います。少しだけ私から高原さんのご紹介をさせていただきます。高原さんはですね、見守り合いと支え合いを一つのアプリで支援する取り組みを構築されていらっしゃいます。そして先日ですね、2022年度地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム優良事例を受賞されました。そしてその受賞式に私、夏美とあと矢崎も伺わせていただきました。はい、ということで今行政からも注目されています5条 ×ICT を活用した持続可能な多世代型の支え合える地域づくり見守り合い編、高原達也さんお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと動画がありますんでちょっと2分ばかり聞いてもらえたらと思います。一人でいても一人ぼっちにしない見守り合いアプリ。このアプリでは個人情報を登録せずにあなたの地域の情報を気軽に受け取れます。みんなの地域活動がアプリに届く。いつでも捜索依頼が出せる。近所に困った人がいれば助けるかという調査では助けると答えた方は 95% いました。出された捜索依頼がいつでも届く。参加したいイベントが見つかる。登録したグループからお知らせが届く。さらに7つの優しさ宣言をご紹介します。宣言1、みんなでサポート。サポートを受ける人もする人もみんなが使えるシンプル設計。宣言2、パスワードを忘れよう。 ID とパスワードは忘れて OK。 みんなが使える安心セキュリティ。宣言3、まずは匿名から。個人情報を提供しないで登録できる。宣言4、所属不明の個人投稿は NG。 あなたを誹謗中傷から守ります。宣言5、物は売らない。通販商品が多く点在するネット系広告の表示はありません。宣言6、友達を見つける。一人ぼっちを作りません。オンラインピアサポートを実現。宣言7、声でつながる。声で絆を育みます。聞くのも話すのもまずは顔も名前も出さなくて大丈夫。私たちは認知症の人も使えるアプリを目指しています。安心して緊急時にも日常にも使える見守り合いアプリ、今すぐダウンロード。こんなですね、こんなアプリを、やってます。で、ちょっと量が多いんで今日は見守りのところだけご紹介させていただければなと。はい、で私代表してます高原達也と言います。よろしくお願いします。で、社団法人を立ち上げてまして非営利団体でやってます。立ち上げのきっかけは5条ですね。この5条と ICT を組み合わせて地域課題を解決するっていうことをですね、目的に見守り合いプロジェクトっていう、ブランドにしてるんですけど、ロゴを作って立ち上げました。で、皆さんにちょっとここでご質問なんですけど、日本国内で現金を落として交番に届けられる年間の総額って、おいくらだと思います？全国各地の交番に届けられたお金の1年間の総合計なんですけど、どなたか、誰がいいですかね。いいですよ、示していただいて。いや、もう草野さん、どうですか。いくらだと思いますか。相当の額だと思います。はいはいはい。もう直感で。奥行くんじゃないですか。はいはいはい。と思います。奥ぐらい行くんじゃないかなと思います。奥、何億ですか。1億ぐらいにしときます。1億。ありがとうございます。いや、大体ね、皆さん、公演でやると、1、2億が多くて、多くても10億とかで話したんですけど、はい、ですね、なんと197億です。
そんなに？ものすごいお金拾われて工場に届いてるんです。すごいですね。これね、びっくりするじゃないですか。はい。で、これでまたびっくりするのもう一つあるのが、なんと安定的に拾われて190億円毎年供給されてるんです。ですよね。すごいですね。多分世界でこんな国は日本しかなくて、で、僕はこれを知った時にですね、こう互助のインフラっていうのがこの国には出来上がってて、はい、もう無意識にですね、講演でもお話してるんですけど、子供がですね、財布を拾って、お父さんは無意識に交番に届けるんだよっていうのを教えてるんですよね。そういうやっぱし国で、それが成り立っているのは、この交番という信頼できるそのネットワークが構築されてるからできるんですよね。で、僕らはこれを ICT を使って、この5条を組み合わせれないかなというのがきっかけです。それで2017年、このアプリを作りました。で、まあ、たまたま運がいいことに厚労省のモデル事業で、立て付けで作りまして、どういう仕組むかというと、GPS を使ってですね、もうシンプルに、おじいちゃん、おばあちゃんとか、まあ、子供もそうなんですけど、いなくなったら、瞬時にダウンロードしてる人たちに、探してくださいメールができるんです。メールじゃないです。GPS 配信が。そういう仕組みを作りました。で、ただこれをですね、普通にやってしまうと、その行政とかそういうところは、個人情報はどうなんだっていう、その問題があってね、このシステムを入れるっていう、その国のモデルにしたかったんで、そこでどうやってこの互助と個人情報の、これ水と油の関係なんですよ。地域の誰知らない人たちに頼るときに、個人情報を保護しながら互助を頼るってものすごい難しいことで、災害が起きたときも、究極個人情報が壁になって、いろんな意味でですね、これ水と油の現象になっているのを僕たち技術力で、個人情報を保護する特許技術を取っている仕組みなんですけど、その ID 番号を使って、直接発見者と、探している家族をつなぐ仕組みを作りました。この仕組みが通信上ですね、うちしか持ってない仕組みで、間にそのセキュリティが入ってて、全部録音体制、そういう仕組みもなってるものです。で、これが今も口コミで170万人ぐらいダウンロードいただいて、全国に協力隊これぐらいいるんですよね。今40自治体ぐらい一緒に協定結んでやってます。で、実際に配信された数なんですけど、5年で累計 27,943 回使われてるんですよね。で、実際にね、2年前に東京と文京区でも、その女の子がいなくなって、お母さんから依頼があって、実際に配信したことあります。その時に、僕ら、東京都医師会とか、そういうところにもこのアプリ知ってもらってて、配信来たよとか、まあ、つまり女の子の写真で配信された瞬間、もうわかるんですよ。これがどういうアプリかっていうことと、これがどうしてこれが必要なのかっていうのが。だから実際僕らこのアプリ、この前、コロナの前かな？ちょい後か。鎌倉とか、いろんなとこ講演してたんですけど、一番ね、うちのアプリが最近広がっているのはですね、ママさんがダウンロードしてくれるんです。なんでだと思います？子供の見守りなんですよね。で、子供の見守りで、山梨でキャンプ場で女の子がいなくなった事件があって、あの時にお母さん考えいいから、このアプリがみんな周りがダウンロードしてくれれば、きっとその先のママにも瞬時に知らせれたし、周りのその全然知らない人たちも、これは何か探さないとなって、周りキョロキョロしてくれるだけでも、ものすごい力になるっていう、そういうことで口コミで広がっています。はい。で、僕たちはですね、こうやって草の根でやってきてて、今見守り合いっていうことで、やってたんですけど、この次回ちょっと支え合いっていうところ、これが、内閣府の、ところで、SDGs で、賞をいただいたんですけど、僕たち今回5年間で見守り合いプロジェクト何したかというと、互助を見える化した。この国の互助、お金が拾われるっていうその力をですね、ICT で具体的に見える化したっていうのがポイントです。つまり、互助を集結することができるんだっていうことが分かったんですよね。で、この集結した力を、孤独孤立とか、そういうところでつながりを断たれている人たちに、
つなぐための仕組みを作りました、今回。で、それが賞を取ったんですけど、望まない孤独孤立を防ぐ、これは子どもたちも含めて、高齢者も含めて、そういう取り組みです。で、音声を使った仕組みなんですけど、これまた次回お話しします。はい。で、その先に何があるかっていうと、防災なんですよ。災害が起きた時に、このアプリ入れといてよかったねっていう、このアプリがあるから、助けてきてもらえるみたいな、そういう社会づくりをしようと思っています。僕は実家が西宮で阪神大震災も経験してるんで、このアプリが目指すイメージは、普段は日常は子供の見守りとか、おじいちゃんおばあちゃんの見守り、緊急事態の時は協力してもらうっていう形にして、で、日常のもう一つのところ目的は孤独孤立とか、そういう人たちに、覗き見を してもらえるようなね、そういう仕組みになってます。で、そこはまた次回お話し。で、今日はですね、見守りのところなんで、ステッカーを使った、アプリを使った、アナログとデジタルの融合な、仕組みになります。で、技術は、実言うと、ドコモもソフトバンクも KDDI も持ってない技術、使ってます。で、どういう仕組みかというと、ものすごいシンプルに、このステッカーに ID が書いてるんです。これ個人情報を保護する番号になってて、フリーダイヤルがあるんですよね。で、シールと布製になって、ペタペタ貼ったり、服に塗ったりできる、そういう仕組みです。で、これをペタペタつけてもらって、おじいちゃんおばあちゃんとか子供がいなくなった時に、発見した時に、ここに電話をするフリーダイヤルになってます。で、そうするとですね、自動アナウンスで受付をして、で、発見連絡ありがとうございましたって、こう自動でなるんですよ。365日24時間体制で。で、音楽が流れてしばしお待ちください。つまり、佐川急便と同じ形ですよね。追跡番号を押すような感じで、誰もができるっていう、そういう仕組みです。で、流れてる間に自動受付した、自動で先にこの ID に登録した電話番号に家族に電話をして、まあ、発見連絡がありました。つなぎますって言って、こう直接話ができるっていう。ものすごくシンプルなんですけど、なかなかなかったっていう。これ全部録音体制してます。で、特許技術ってどの辺かというと、この家族につながらなかったら、自動で次の電話番号に、ね、転送かかるんですよ。連続転送技術を使ってて、つながるまで転送するんです。だからそういう意味では、緊急体制で使える仕組みを作ります。はい。で、この仕組みが今ですね、今ちょっと大学からも言われているのが、この10桁の ID 番号に医療情報、薬の情報とか、そういう情報も載せとけば、一番お話もらったときに、東北の津波であったときに、この人は誰だっていうところでものすごい大変な時間がかかったっていう話があって、このステッカーであれば、布製だし、濡れても、機能するし、チップ入ってないし、ものすごく安価で大量に釣れて、で避難所の時に、おじいちゃん薬何飲んでるかわからない現象も、この ID で登録すれば防げるよねっていう、話があります。これちょっと次の話なんですけど、そんなステッカーです。で、これおはよう日本にも取り上げてもらったことあって、このステッカーはですね、おじいちゃんおばあちゃんの自尊心も守るんです。なぜかというと、本人はですね、傘とか、通帳、鍵、靴、いろんなものにペタペタ貼ってるんですよ。で、落とし物対策でやってるんですよね。このおばあちゃんなんかも。で、本人はですね、傘にステッカーに貼ってるんですけど、これ、落としたらですね、日本人はですね、ものすごい親切なんで電話してくれるんですよ。拾いましたっていう、そういう形で、戻ってきます。だから本人はですね、落とし物対策。家族は万が一の時の連絡先でやっています。で、ステッカーが余るとですね、これを子供に使いたいっていうニーズがあって、で、こう子供用のステッカーも作りました。はい。こんな仕組みになっています。ただ実際ね、実証実験した時に、子供がですよ、三輪車をどっかね、置いてきちゃってね、わからないっていうんですよね、お家帰ってきて。どこに置いたのみたいな話なんですよ。で、そしたら電話がかかってきて、私の自宅の前に三輪車が置いてて、これ誰の三輪車やろうと思ったら、このステッカーが貼ってたから電話したんですっていう。わかります？これが互助の力なんですよ。説明いらないんですよ。勘がいいんですよ、この国民は。落として、これ連絡先かなと思って電話してくれるんですよね、みんな。
で、警察官もそうですね、フリーダイヤルなんで税金かからないんで電話してくれるんですよ。それがね、研究というか実証実験で分かって、あ、この国には CM をそういうのもいらないんだ、これは持ち物でだきっと困ってるって思った時に電話番号とフリーダイヤルと SOS が入ってるから分かるんだなっていう。で、これ病院と取り組みをしてるのは、病院からはですね、このステッカー貼ってたら、あの、救急で運ばれた時にすぐに身元の確認ができるからものすごい助かると。おじいちゃんおばあちゃんとか子供が救急で入った時、このおじいちゃん副作用どんな薬飲んでるかわからない、その時に探すんですって、あの、身元確認の連絡先っていうの。で、間違いなく救急隊はこれは連絡先だっていうのが勘がいいから電話してくれると。はい、こんなステッカーです。だからこれ SDGs で、僕たちは認知症ステッカーって呼んでないんです。緊急連絡ステッカーなんですよね。そして子供からお年寄りまで全員が使えるっていう、あの、そういうステッカーをやってる。で、アプリの方がですね、どういう仕組みかというと、あの、おじいちゃんおばあちゃんがいなくなった時に、これは全員使えるんですけど、この SOS ってボタンを押すと、あの、おばあちゃんの、あの、履歴とかを打ち込みれる画面になるんですね。で、これを打っていくときに、あの、500メートルから20キロ GPS で配信距離を選べれるんですね。それで配信します。だからあんまりね、遠くまでおじいちゃんおばあちゃんの情報を出したくないって家族の心の距離っていうのがあるんで、それをあの GPS で表現してるんですよね。で、ステッカーをここの ID 番号に入力すると、個人情報が保護された形で配信されます。で、僕たちね、ステッカーが入ってないっていう人たち、持ってないっていう人たちもおられるんで、その場合は、自分の携帯番号もバレちゃうけど、緊急事態やから、それでも探したいっていう人には使えれるようにしてます。だから誰でも、あの、使える仕組みにしてるんです。で、実際に、あの、ここにですね、捜索依頼が配信されて、あの、ダウンロードしている、例えば10キロの中の人たちだけに情報が行きます。で、あの、キョロキョロして見つけてくれたら、男の子が電話をすると直接つながるって仕組みです。で、このアプリがですね、広がっている理由は次なんですよ。あの、発見するとですね、発見ボタンっていうのを押すんですね、ご家族は。これを押すとですね、配信された情報が消せるんですよ。ここがポイントなんです。やっぱね、捜索配信した情報、おばあちゃんの情報を消したいじゃないですか、みんな。それをこの家族が消すんです。で、消した後にお礼通知が行く仕組みになってて、そうするとね、ほんわかするんですよ。あ、おばあちゃん見つかったみたいでよかったなっていう、あってもいないんだけど、1万人そこに見守り隊がいたら、1万人ほんわかするんですよね。だから次も協力しようっていう気になるし、あ、これってこうやって来るんやったら自分も使おうって思うんですよね。これがね、あの、温かい ICT、つながり合う ICT なんですよね。これがあるから口コミで広がって、まあみんなで見守り訓練とかっていうのも作ってるんですけどね。これが東京都で、あの、商店街グランプリ優秀賞をもらった仕組み。後でちょっとご説明します。はい。こんな、仕組みを作りました。だから、アナログなんですよ。GPS で追うとか、GPS を使うんだけど、助けてくださいっていうための GPS なんですよ。だから追わないんです。追うためじゃなくて、GPS は助けてくださいっていうために作ったんですね。で、これが今、まあ、大学とお話をしているのが、よく飛行機で、あの、乗ってる時にね、急患ができたと、出た時に、お医者さんいませんかって探すドラマとかそういうのあるじゃないですか、実際に、本当に。で、このアプリの可能性は、それを地域でできるんじゃないかっていう。災害が起きた時に、誰か、ここに看護師さんいませんかとかね、配信して、協力を求める。例えば、瓦礫があって、動かせない時に、誰か助けてくれる、そういうのいませんかっていう配信とか、そういう仕組みにできるんじゃないかな。例えば、千葉で暴風雨で、その屋根が飛んじゃってって事案があった時に、そういう職人さん誰かいませんかっていうのを、助けを求めるとかね。そういう研究ができる、本当に、地震が来ますよっていう、そういうのはもういっぱいヤフーニュースとかいっぱいあるから、それはそれで任せて、なっちゃった時に近所で救急車も誰も来ない時に、助け合える自治会っていうのがこのアプリで作れるんじゃないかっていう話をしてます、今。
だからそういう形で、日常から使ってもらって、緊急の時は、まあ、このアプリ使っててよかったねっていうような、みんなで助け合えるみたいな。実際ね、西宮で、アンケート調査があって、瓦礫で閉じ込められた時に、助けてくれた人誰ですかっていうことに対して、7割が近所の人っていう、名もない知らない人が、瓦礫かき開けてくれて、助けてくれたっていう事案があるんですよね。そういうのに、もう少しこのアプリを使えれば、こう、そのお医者さんとかも、私、医師ですから行けますよとか、そういう形にもできたり、あとはね、熊本の地震の時にこのアプリが使えるんじゃないかって言われたのが、避難所に来れない人、要は車中泊の人がどれだけいるかとか、その認知症の方がいるから避難所には行けないって、ご家族がそういう判断でお家で過ごされたケースもあるんですね。我慢して。物資が届かないんですよ。で、どれだけの規模があるかが全くわからないっていう。で、避難所にはものすごい物資が行ってるんですけど、お家には全然行かないっていう。で、それをうちの GPS で、ヒアリングができるんですよね。空中で飛行機であったように、誰か、お医者さんいませんかと同じように、家におられる人いたらアクセスくださいと。それでカウントして、物資、供給、そういう形もできる。このアプリの最大の強みはですね、GPS で地域と対話をするってことなんですよ。これがどこにもないと思うんです。LINE とかそういうのも全部できてないし、だから僕たちはね、地域と対話をするために作りました。はい。こんなアプリですね。で、実際にちなみにですね、八王子の事例です。2018年、このアプリ1万ダウンロードの時に、捜索配信数、なんと689件。すごいですよね。1日2件。で、発見連絡は200件ぐらいありました。今は八王子こんなにはないですが、落ち着いてますけど、はい。もうすぐ使うところは使われてます。だから本当に互助ってあるんだなっていう形ですね。だから不思議なんですよね。互助が弱いところは、あ、互助ないね、捜索依頼ないねって言うんですけど、互助がしっかり育ってる地域は、このアプリ助かるねっていう話なんです。だから、どっかの互助がないところはね、このアプリ使えないよねっていう話をされる人いるんですけど、それ間違ってますから、自分の地域の互助がそういう状況なんですよっていう話だけで、しっかり互助を育ち上げれば育っていくっていう、そういう意味で、使ってもらってます。だから意外にね、都市部ですか、田舎ですかって言われるんですけど、僕たち商店街の単位で使ってもらってるケースがあります。認知症の人がね、歩いてるときに、商店街の人って、長い付き合いでね、認知機能が落ちてる人ってわかるんですって。ただ、商店街の会長が言われたのが、散歩してるのか、家族が探してるのかわからないっていう話があって、かといって個人情報は持てないから、連絡もできない。ただ、このアプリで捜索配信されると、あ、何々じいちゃん家族探されてるんやっていうことが分かって、声かけて、八百屋さんでちょっと雑談しながら家族に電話できるから、これすごいいいよねっていう、地域単位でやれるアプリなんですよね。はい。そんな仕組みになって。で、簡単です。シンプルです。ID と年齢入れて、ここ、電話番号でも使えます。で、写真をつける、つけないっていうのもね、家族の選択。で、次に特徴を変えてもらって、そして当日の服装を変えてもらう。それで、捜索配信ポチッと押したら、あ、距離を選んでね、以上終わり。これだけなんですよね。だから全然できます。簡単に。で、それを見守り訓練で広げてる、取り組みで、どういう仕組みかというと、多世代型なんですよね。で、実績的には、2019年コロナの前ですね。コロナ前はですね、だいたい100カ所2万人ぐらい動員してた見守り訓練です。お祭りでやるんですよ。で、子供たち目線で大切な人を探す体験ゲームっていうことで、スタンプラリーでやってます。で、お菓子用意するじゃないですか。で、子供に紙でスタンプ台渡して、6人の捜索者を訓練表記がつくんで、本当に出すんですよ。お祭り中に。で、子供たちはですね、名探偵コナンになったつもりで、めっちゃ探すんです。まあ、こんな感じで捜索、これ小金井市で、賞を取った時にやったやつなんですけど、あれ、これ、市長まだいるかな？市長を探せっていうのをやったんですね。はい。で、こんな感じで子供を握りしめてですね、
発見すると市長にスタンプをしてもらうんです。で、ただ声かけの訓練もあって、ちゃんとアプリにしんちゃんと呼びかけないとスタンプを押してもらえませんみたいな、そういう仕掛けで、じゃあそうするとお母さん一生懸命名前探すんですよね。名前を押さないと押してくれないから、ちゃんと声かけの訓練。で、こんな形でママさんたちとかもね、参加してくれる。あ、そうすると、これ子供にも使えますかって必ずなるんですよ。で、この企画終わるとですね、お母さんたち勘が良くて、このアプリ消さないようにしますねって言ってくれるんですよね。お母さんってね、シビアなんでね、もうゲーム終わったら消すんですよ。もうめんどくさい、そんなアプリ持ってきたくないっていう。でね、置いてってくれます。はい。で、こんな感じで消防団長とか、これ神父さんとか、このね、ケアマネージャーさんとか、そういう人たちともね、多世代型、横の縦型も横型にしてつながり合うっていう取り組みをして、まあ、静岡ではですね、こちらのお茶の妖精タッピーを、ゆるキャラとやりたいということで、タッピー探せってやったんですけど、巨大ですよね。もう速攻見つかっても押されてですね、まあ、スタンプ押せないから、代わりの補助の人が押してましたね。はい、こんなことをやりました。あとは、七夕祭りで、やりました、これ。この商店街はですね、お祭りやめたんですよ。やめたんですけど、理由何かと思います。理事の人たちが半分が認知症になっちゃったからって。だから理事会ができなくなってやめたんですけど、このアプリきっかけで、お祭り何年かぶりで復活したんですよ、これ。これ、地元の病院の院長が、汗かいてくれて、いや、これいいよねって、認知症のあの理事も見守られるからいいよねっていうことで、みんなで、自分たちのメリットになるからね、やろうよっていうことでやりました。はい。で、これも地域包括で、これ、あれだな、コロナ禍でやってくれたんですけど、奈良の木村さんって連絡くれて、1ヶ月で準備したんです。ワクワクフェスタって公園でテント立ててくれて、なんかのバザーで一緒にやった時にやりました。こんな感じでね、おじいちゃんおばあちゃんに、ガラケーの人もいるんで、紙で用意して、紙でも参加できるようにしてあげてね。で、子供たちがね、創作配信で発見するんですよ。こういう形で。ちっちゃい子も発見するんですよね。おじいちゃんもね。で、これ何人ぐらい参加すると思います？大体。答えはですね、なんと92人。ものすごい参加してくれました。3時間で。これ、その時のね、木村さんのコメント。10時から12時で、たった2時間で92名の参加が、ものすごく楽しんでもらえたっていう。で、これ、継続してるんですよ。で、こんな感じでですね、おはよう日本でも子供の見守りで使えますねって話で、使ってもらってます。ちなみに子供の行方不明件数、発生数って皆さん何件だと思います？年間。意外に知られてないでしょ。9歳以下だからガチですよ。捜索配信依頼するって。で、ほとんどが不審者による未遂ですよ。で、この国って年間ですね、なんと1200件起きてるんですよね。行方不明届出数が。本当にいなくなっちゃって。で、2年前に実際に発信された、ちっちゃい子の話もこの1件だと思います。で、13歳以下の、これ行方不明届ですじゃないですか。略式誘拐っていう件数も出て、何件だと思います？安全だからないと思うでしょう。100件ぐらい起きてるんですよ。3日に1件誘拐未遂が起こってくるんですよ。子供の。これみんな変質者ですよ。変質者の人が、車に乗せようとして、なんかあって、ギリギリで助かったとか。で、これで事件になると、もうテレビが大騒ぎされるっていう。紙一重であるんですよね。だから、お母さん方、この数字知ると、まあ、鎌倉で講演したとき、もう絶対このアプリやらないとダメですよねって。そういう話します。警察は遅いんですよ。やっぱり地域で何かあったら、自分たちで見守れるようにしないとって話をされます。そんなアプリです。だから多世代でね、つながれる感じです。だからこれ実際にコロナ明けで、デジタルスタンプラリーをやったんですけど、天理市でね、マルチェでやったり、阪急さんは CSR で、阪急スクエアかな、そういうところでやりました。で、初めてね、250名ぐらい参加して、お母さん方にアンケート取ったんですけど、ほとんどのお母さん、90何%のお母さんが、このアプリ、子供の時なんかあったら使わせてもらいますっていう回答で、やっぱしこれ知られると、お母さん方が、力になってくれるっていう、そういうことが分かります。はい。こんなアプリになります。以上になります。ご清聴ありがとうございます。高原さん、今回ご紹介いただいた中川さん、ちょっと一言いただいてもよろしいですか？はい。
あ、中川です。よろしくお願いします。高原さんはですね、もう私、長いお付き合いなんですけども、長年ビジネスというよりもですね、社会に貢献をするというのも第一に考えて、このもう、10年近くですか、10年以上ですか、もうこれ開発されてやってらっしゃる。ですから、まあなかなかそのマネタイズのビジネスの立脚したですね、スタートではないので、非常に優しい、それから、それ人を包み込むというそういうアプリですので、ぜひ皆様もですね、これを何かいい方向にですね、向いていけるようにお手伝いしていただければと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。